僕はゆりこたえがです。皆さんこんばんは。まだ明るいんだけど、こんにちは。私のチャンネルに戻ってありがとう。今回は実はアニメトーク、私の大好きなアニメトークを話したいと思います。日本と外国のアニメトークは全く違い、何が違いのはアニメが日本に人気のあるものと外国に人気になるものが、なんかちょっと意外と結構違う。僕も日本に来た時にもっとイタリアとかヨーロッパに、あ、なんか人気にあるフィギュアとかなんかグッズを見つかるかなって思ったら、全くって知らないアニメがたくさんが出てきて、あ、やっぱり違うなって思った。で、私は間違えないのために、例えばアメリカとか、まあ大体外国の方に何か夢のアニメがちょっと調べてきたんです。で、タイトルはちょっと違うかもしれないから、そちらをちょっとこっちで、はい。やっぱり一番人気なのはタタタタタタタン、ドラゴンボール。ドラゴンボールは誰でも知ってる。本当、もうおじいちゃんとおばあちゃんも誰でも知ってるんだ。あの映画館に出たことがあるし、やっぱり放送もしたことあるし、漫画はもう何語なんだろうか、65ぐらいがある、もう作品だ。で、2番目は、フルメタルアルケミスト。なんとか霊式なんとか霊なんか霊気なんとか霊気な、なんで日本は全然違うタイトル出してるのって。最近がドラマっていうか映画も出たんだけど、それがやっぱり外国にもがすっごく人気があるらしくて、まあ逆ですよね。なんか日本っぽいじゃないけど、やっぱり外国人もどういう感じ、外国、日本人が外国に見えるのがフルメタルアルケミストが結構そういう外国っぽさってな感じになるんですよね。で、3番目はデスノート。2008年ぐらいならすっげー人気があって、私も実はアマネミサのコスプレしたんだ。超にすっげーブスすげーブスんだけど、このデスノートはな、なんでこんなに人気にあったんだろう。まあきっとエディティングとオープニングはすげえ面白かったと思う。なんかデスメタルは急にパーってな感じが、やっぱり作品が知らなくてもやっぱり見たい。で、そのアニメが結構バイオレンスが入ってたから、例えば放送が遅いとかインターネットしか見れないの作品だったんだよね。まあどっちかっていうとすごくストーリーとかアニメーションはすごく良かったから、それがもう一番ベスト。あとはライティングがなんかベストファンボーイみたいの、なんかみんなあーきやーきやーってな感じになってたんだよな。で、多分これがあんまり日本に人気がない作品、やっぱり出た、私もすごく大好きで、そういう DVD がもう買ったんだけど、カウボーイビーボー、知らないでしょ。昔のアニメだけど、カウボーイビーボップはなんか昔と未来の混ざってるのアニメーションですよね。で、結構ストーリーが難しくて、私なんか僕があんまりわからなかったんだけど、結構難しいんだけど、デザインとかでも、なんで人気になったのが、あのソウンドトラック、ソウンドトラックが音楽、下の音楽は雑と R&B ヒップホップ、ヒップホップのミックスしてる。で、それはすっげーかっこいい、すげーがもう踊りてくれ。それがほんとすごくかっこよくて人気になった気がしてて、それとサムライシャンプルー、それが同じ理由で、なんかサムライんだけどアフロ、サムライんだけどアフロで、音楽はそういうミックスな感じしててすごく人気があってた。で、その2つ、特にこの2つの作品が日本に、なんか日本人と話すると、んって何ってになるから、知らないの、めっちゃ人気があったなのにって思って、なんかちょっと寂しいやな。で、そのな、今4番5番、ドラゴンボールデスノートのフルメタルアルケミスト、ドラゴンボールデスナッツ、サムライシャンプルー、カウボーイビバップ、6番6番は、6番目は
まあさすがにエヴァンゲリオン The Unc な天使のテーゼ、これはもう誰でも知ってる、やっぱりカラオケのナンバー1、外国人の中のすごく大人気だ。エヴァンゲリオンがやっぱりデザインとかあのめちゃの話とか、まあそのキャラデザインがすごく大人気だったから、エヴァンゲリオンストアに入ったら大体は半分以上は外国人だ。だからエヴァンゲリオンのコスプレはもうすごく大人気です。でその後はコードギアス、昔のアニメ、それも昔アニメだったんだけど、一番ワンシーズンがすごく大人気で、コードギアスのコスプレイヤーがほんと多かった、イベントで多かった。今の方が多分リーゼロとか、ブリーチとか、もうちょっと新しいアニメが出てくるんだけど、やっぱりコードギアスが出た時にはみんなコードギアス、コードギアス、コードギアスが多かった。で8番目は日本のカルチャーをシェアするのアニメなんだと思う？ナルトだー。やっぱり特に黒人の中がすっごくナルトが大人気、アメリカとか、まあイタリアのもそうだったんだけど、ナルトってなんか、あ、日本の忍者、忍者、ジャパン忍者それがすごく大人気で、ナルトのコスプレがね、まあ確かに結構あった、面白いの方が合ってたんですよね。もうそれが多分一番日本人も分かりやすいだと思うんですね。でまだ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 結構があるんだけど、私のちょっと好きなアニメも一つがあるんだけど、それがね確かに日本に人気ないっていうよりは知らない人がすっごく多かった。話はプリクリで、最近が映画も出たんだけど、15年ぶりで新しいアニメーションが出た、なのに、なんか外国の方が人気があったみたい、人気があったらしい。あとなんか僕もプリクリがすっごく大好きって言って、春子がまあ日本人ではないかな、まあ、っていうか、その女の子は春子みたいになりたい、お、なんかちょっとおかしい大人日本人かな女の子ただそれが日本人と言ったらんってな感じ。やっぱり日本の人気にあるアニメは、特に最近はタムはゴーチューザー、なんか可愛い萌えキャラクター、ラブライブアイドルマスターとか、いや、やっぱりアイドルがね、アイドル文化が外国にそんなにあの文化がないから、あんまり理解ができないっていうか、あ、うん、子供って思われるから、もう完全に考え方は全く違う。多分フェイトが昔からある作品だけど、外国が知ってる人がいるんだけど、ちょっと特なんかオタクしかわからないだと思う。でそのあとがやっぱり日本に結構見るのアニメが、アニメというよりはゲームの方が人気があった。例えば東宝はね、あんまり見たことない学部、私はコスプレやったんだけど、僕がコスプレやったんだけど、外国が東宝って何、どうやって説明すればいいの。コスプレイベントに行くときが、日本のイベントコミケみたいが、だいたいいつも新しいアニメのコスプレが出てくるんだけど、外国は10年前のアニメはまだ人気がある。だからこっちに来てるの外国人が秋葉原に行ったらそんなにわからない。 あとは一つのすごく忘れたのはワンピースがやっぱりすごく日本と外国の人気差が同じぐらいだと思う。まあ特に自分の国がワンピースすっごく人気で、結構ねおっぱいの力だと思うけど、だいたいなんか毎シーズンがおっぱいが出る、すごく女の子だから、うんってどうやって、私もその秘密を知りたいんだ。ポイントがやっぱりその同人誌めっちゃ間違ってる同人誌のコミック、 OK、 コミックがインディスだったら外国にあんまり人気にならない
なんつわかんないけど、で日本は逆だよね、同人誌コミック同人誌それいいんですが、逆にすごく人気になりやすい、やっぱりもうコミュニティの中でね、オタクとかで外国はメジャーじゃないとなかなか難しいなーって。まあ僕が本当はアニメが本当好きなので何でも見る、外国に人気のものもそうだし、日本の人気にアニメになるもそうだけど、皆さんからおすすめがあったらちょっと聞きたいなと思います。ぜひコメントにして、どんなアニメが好きとか、どんなアニメを見たい、おすすめしたいと、あとはいいねと登録をしてください。よろしくお願いします。シャオー。